吉江さん、まあ情報発信してるといろんな話が来るもんで、情報発信してなくてもいろんな話が来るでしょうけどね。結局は人にはいろんな話が来るわけですよ。それですね、こんなことあります。競馬の馬主にならないかっていう話ですね。まあ馬主になるということはどういうことかっていうと、まあまだね、馬がちっちゃいうち、もしくは生まれる前からそこに投資しといて、馬の飼育費用をずっとね払っていくんですよ。まあ一人じゃ払えないんで、何人かで、お金持ちが何人かで寄ってたかって、その馬をね、ずっとお金払って育っていって、で、優勝して走れるんだったら、そういった走った利益のうちにどん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 もらうみたいな感じでね、将来育っていくって形みたいですけどね。まあ私は全くやりませんけども、まあその中で聞いたのがですね、まあギャンブル志向ですよね。まあ競馬に参加するやつはみんなね、まあバカなんだよっていうことをね、言ってましたね。で、本当に勝ちたいんだったら、こっちの方、馬主の方に投資しないといけないのに、レースで、まあ1レース1レースごとにチケットね、なんか100円、1レース100円、200円、1000円、5000円とかかけてやるみたいな、ギャンブルをするね、来場者の方。まあそういう人たちに支えられて、馬主も儲かってる割には、結構足ざまに言うもんだなと思ったんですけどね。まあ結局は、でかいお金で勝負する人の方が、勝つ可能性が高いってことらしいんですよ。まあそれはそうですよね。だって馬主になろうって人は競馬場に行って馬券を買うよりもお金持ってないとできないですからね。でお金があるところにお金が集まるということかもしれませんし、結局一口100円でできる人っていっぱいいるじゃないですか。ってことはその一口100円で買う人同士の戦いが始まってるんですよ。でも一口10万とか一口100万みたいなのってのは、10万100万払える人、その余剰資金があるような、まあいわゆるちょっとね、余裕のある人同士の戦いなんで、まあ結構ね、シンプルに行われるらしいんですよ。しかもそこの勝負っていうのは、一口100円で負けた人から原資を取ってくるというね、形なんで、一口10万とか100万同士が取り合ってるというよりも、まあそうやって100円の人を吸い上げてやってるということらしいんですよね。だからリスクヘッジが完成してるんですよ。それでまあなかなか面白い一言だなと思ったのがこれなんですけども、100円で馬券を買う人っていうのは、当たったらね、あ、よし、読みが良かった、やっぱこれが来ると思ったんだよとかね、自分の読みを称賛するんですよ。でもし自分のね、買ったチケットが外れたら、何やってんだよあの馬、あそこで刺さないとみたいな感じで、自分の予想は良かったんだけども、馬が自分の予想に反して走らなかったから、ジョッキーが下手だからっていう風に人のせいにするんですよ。これがまさに吉田さんが言われてたスロットのせいにするっていうね、あれに似てませんか。スロットの自分の打ち方は正しいのに、今日の台の調子おかしいなとかいう人がいるんですよ。あとね、麻雀でも似たようなことがあって、麻雀やってて、今日はちょっとツモの感じがおかしいよねとかみたいなね、いや違う、ツモの感じは同じだと、何を切るかが問題なんだよと。だから自分の決断の範囲がやっぱりおかしいと、どんな優秀なマシン使ってもね、それこそフェラーリを買っても交通事故は起きるわけですよ。でもきちんとね、中古車でも整備して正しく走行すればね、事故の可能性はぐっと減るわけですよね。だから安全運転をしていかないといけないと。だからやっぱりこう時速ね、10キロで走っていて大型交通事故起きないわけですよ。時速10キロならね、トンとぶつかるぐらいですよね、事故っても。ああよかったんだわけです。それがオイルリスクですよ。でもフレンチの約束があるからって言って時速100キロ近くでバーッと進んだらね、それを渋谷の交差点とかね、池袋の交差点でやると、それは人を引いてしまうリスクも高まりますよね。で人を一回ねバーンと引いてしまうと、そこで頭がカーッとなってね、冷静な判断効かなくなって、もっと危ないことになっちゃうみたいなね。これがだからギャンブルにどん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 お金を突っ込む人の発想なんですよ。自分の計画と違うことがあったら取り戻すために過大な資金をいってしまうんですよね。人生にも言えるんじゃないですかね。今まで一歩一歩積み重ねてこなかった人が、この辺で一発逆転しないといけないなと思って無謀な勝負に挑むわけですよ。でその無謀な勝負を狙ってきちんと罠にはめるようなものってのは世の中にいっぱいあるわけですから。で、それを見抜けないわけですよね。一歩一歩踏まなかった人ってのは。だからビジネスを構築していくっていうのは、まあ、いろんな不確定要素を飲み込みながら結果に向かっていくわけですよ。それこそ、100回ビジネスやって100回当たることはなくって、100回投資やって100回当たることはないんですよ。それが確保できるから、どんな情報も、誰が言ったからも、全部ね、自分の責任として消化して、で、エントリーするわけですよね。まあ、それに尽きると思うんですよ。だって、人に勧められたから買いましたとかじゃないんですよ。人に勧められたのもあって、その上で自分が判断するってことだと思いますしね。だからね、やっぱりね、自分の力量に応じた現実があるってことでしょうね。今日起きたことっていうのは全部自分の力量の範囲内です。それに尽きると思います。
それ以外の答えは私はもう持たないようにしてますね。まあ、あるとすれば、今日の現実ってのは皆さんのおかげですってことですかね。で、うまくいかないことがあったら、自分の力量のままに答えが出たと思うことじゃないかなと思います。まあ、それがね、全てですよ。で、今回はね、ギャンブル必勝法というタイトルでお届けしました。いかがでしょうか。